デビュー20周年を記念して、ザプリンスパークタワー東京に宿泊。タレントの中川翔子が、一泊250万円超の高級スイートルームを体験。驚愕の広さと豪華さを伝えている。一人ホテル、超高級ホテルに一人で泊まってみました。と題した動画で訪れたのは、ディナーショーで毎年利用しているという、ザプリンスパークタワー東京。デビュー20周年を記念して、とてもとても素晴らしいお部屋を予約したという。案内されたのは、ロイヤルスイートルームで、一泊254万7655円、宿泊税別という驚愕の価格。ドアを開けると、まだ廊下が続くという特別さで、メインの部屋は、あまりの広さに、意味がわかんない。ここ日本？歩いても歩いても全部お部屋と思わず声を上げていた。廊下も含めて1部屋のロイヤルスイートルーム。ベッドルームはさらにメインの部屋とは別室となっており、東京のビル街を一望できるテラスも完備されている。中川も、この宝石を眺めながらワイン飲みたい。天国みたいと大興奮だ。さらにバスルーム、サブのベッドルームなど、1日では堪能しきれないほどの広さとなっている。夢だったのかもしれないと語るほどの夜を過ごし、翌朝にチェックアウト。コメント欄では、しょこたんのリアクションが、天使、別世界でやんす、止まってないのに大満足、頑張ってるとこんな夜も来るんですね。などの声が寄せられていた。